では先生、アルミ先生、今日は愛機の悟りっていう、多分視聴者の方ってみんなその愛機をどうやったらつかめるのかっていうところを知りたいと思うんですよ、はい、それでこの YouTube のいろんな動画見てると思うんですけども、はい、アルミ先生は愛機の悟りを得たということで、はい、その辺のことをこう詳しく一般のというか合気道をやってる方にも理解しやすいような形で話していただけるとありがたいなと思いまして。はい、わかりました。私が合気の悟りを得た時っていうのはあれですね、吉間先生が入院してね、失語症でよく喋れない時にね、要するにお見舞いに行った時に悟ったんですね。それまで吉間先生の稽古に2週間に一遍のペースでね、参加してたんですよ。で、行くと大体心技ご神経の方ね、こうやってこうやるとかね、こういう単純な動き、あと抜き足、差し足、忍び足っていう足のね、運びの練習、あと腕押さえ、大体この3つをですね、稽古しているだけでね、何回以降が特にそうですね、私が入ってから2年以上やっても同じことばっかりやってるんですね。で、いつになったら他の技が教えてもらえるのかなと思いながら通ってたんですけど、全然そういうことがなくて、もう本当にこの3つ、心技ご神経の払う、打つと抜き足、差し足、忍び足の運足、それと腕押さえね、これだけを習いに行ってたんですね。で、それちょっとすみません、何年ぐらい、その時で2年ぐらい続いたかな。2年ぐらい、うん、とにかくまあいつも行くんでね、その時一緒にいつも帰ってた人がいてね、まあ今名前出せませんけど、その人と帰りながらねちょっと愚痴ってたいつまでこれやるんですかみたいな感じでねいつ行っても同じだねっていう話をしてたのね、うん、あの人は今どうしてるのかなと思うんだけどね、うん、それで、なんだ、もっと自分としては実践的な技とかね、もっと違う技とかそういうのをやりたいと思ったんですけど、なかなかそういうことなかったですね。で、そうしてる間に吉本先生がその私が行ってた基礎教室っていうのがあったんですけど、そこから吉本先生がたまにね、有水さんも十分基礎が固まったから、上の何て言うのかな、上級教室って言ったかな、うん、そういう上の方のところ行ったらいいよって言われたんだけど、せっかく決めてきたんだから、吉間先生にずっとついていきたいと、はい、で、吉間先生は基礎を教えてたのね、うん、で、だからもうとにかく教わら、もう上級技と他の技は教わなくてもいいから、とにかく吉間先生から直接習いたいっていう気持ちでね、通ってましたね、うん、そしたらある日行ったら、結構行ったら誰もいないんですよね、うん、どうしたんだろうと思って、ちょうどたまたまね、その稽古の一つ前だったか二つ前だったかに、たまたま吉間先生に携帯番号を聞くチャンスがあって、それで電話番号を聞いてたのね。そしたらなんか、申し訳ないなと思いながらその電話番号にかけたら、青木さんっていうね、吉間先生の友人の方のところにつながってね、うん、その人が吉間先生の携帯預かってたのね。で、入院先の電話を、入院先の病院名か、病院名と住所を教わって、うん、で、そこに見舞いに行ったんです、うん、あ、そうですか。その2年間ですね、その間が2年、そうです、2年ちょっとだったんですね。愛機連大会に入門してから2年間あって、うん、そうそう。で、もう一つちょっと興味があることが、それ以前にはどんなこう武道とか武術をされていたのかなと。ああ、私は空手をやってたんですよね。それもあれですね、本当はあんまり言いたくないんだけどあまりお茶会でもそこ言われませんでしたよね、うん、まあ空手をやってたんだけど、要するに競技に出て、優勝するとかね、うん、その競技相手に勝つとか、型のあれに出るとか、そういうのに一切興味がなくて、なんていうの、要するに喧嘩に役に立つ言いたくなかった、言いたくなかったけど、まあ、まあ、
喧嘩に役に立つ空手をねやりたくてやってたんですね、うん、だからまあ正直なところ絶対に金的に当てる方法とかねそういうことを研究してたね、うん、まあ言いたくなかったなこれは。あでもまあそういうのがあってこの普段の稽古では実践でどういうふうに使うべきかとか、うん、捌くべきかっていうことにつながっていくってことですよね。そうですね、まあ、どうやったら役に立つかってことは常に頭にあったんで、はい、だから愛希の悟りの後吉丸先生にマンツーマンで教え込まれた時にこんなにいろんな技術があったのかって本当に驚いたんですね、うん、びっくりしましたね、うん、あなるほどって人間の心理をついたり体の体勢とか重心の位置とかそういったものを考慮して技をかけるとかそういったことこんなに奥が深いのかと思うようなことを習いましたね、はい、うん、それはもう本当に懐かしい思い出で、それは愛希の悟りを、うん、の受けて後ですね、ですか、うん、愛希の、うん、じゃあさっきの続きですね、はい、でその入院先で私は愛希の悟りを得たわけですね、はい、うん、そこですよね、そこの部分のこう秘密というかそういうものを知りたいですよね。ああ、その秘密っていうのはでもあれなんですよ、吉野先生も私だけじゃなくて入院のお見舞いに来た人に全員同じことをやってましたからね、うん、私が入院していくと吉野先生が私の顔を見てねよく来てくれたって言ってたんだと思うんですけど、あわあっていうのは本当にね喋れないような感じでね、で私がお見舞いしてね本当に大変でしたねこの旅はって言っていろいろ挨拶して挨拶すると吉間先生が必死になってうわーって言ってうわーってこうやってね、うん、で手を盛んにこうやってね、まあこれすごいですよこうやってね、はい、こう秘伝ですからこれ見て悟ってくださいね、はい、ここですねここうわーうわーってこうやってね、ただ佐川先生もこれだけをやっていたんだよって言った、分かりましたかね、ただ佐川先生もこれだけをやっていたんですよって言った、失語症でうまく喋れないのにね、こうやりながら一生懸命私に訴えかけてくるんですね、でその様子がねものすごく真剣だったんでこれは何かあると思って吉丸先生に注目してすごい集中したような感じがあったのね、うん、そしたらねうわーってこう佐川先生が現れてね、はい、うん、多分吉丸先生の理想とする佐川先生だろうね、うんうん、後から聞いた佐川先生の実像とちょっとマッチしてないちょっと違うね、あくまで吉丸先生が理想とする佐川先生のイメージとかわーって私の前に浮かび上がってね、で技を始めるんですよ、ぐーってこうね、うん、佐川先生そうそう動き出す、はい、うん、その瞬間にね、あー吉丸先生はこれを教えたかったのかっていうのが分かった、うん、吉丸先生がなぜあんなにしつこくあれだ真偽ご真剣の払いつき抜き足差し足あと腕を押さえね、うん、これもみんなこう身長力理論によるね、吉丸先生の身長理論によるその動きだったのね、だからああこれを教えたかったのかっていうのが分かって、その他に頭の中でこうバラバラだったね武道に関するいろいろな技私が今までこう見たり聞いたりしてきたものとかいろんなこと、それで吉丸先生が稽古の途中で言ってた言葉とか、はい、そういった教えね、あと吉丸先生がこう示してくれた演武ね、そういったものが頭の中でピタッと一致した、うん、あこれかっていうふうにねすんごい納得いったのね、うん、もうその時にはこう周りの音がしないのよね、うん、まあその時は後で思えばそういうあれだったって思うだけでね、その時はもうブワーって吉丸先生が理想とする佐川先生がわーって動きながらいろんな技の動きをやってみせるわけよ、はい、うん、
でそれがこうストーンと落ちてね、今までバラバラだった武道に関する知識がねピタッとこう一致したのね、うん、これであそうだったのかっていうこの納得感、はい、うん、それがすごいあったのね、うん、その間なんかこう時間が止まってるような感じがしたね、はい、うん、でこう夢をうつつやしてハッと気がつくと吉本先生が何かこう喋ってらっしゃったんだけど、はい、もうその時の記憶はないね、うん、もう自分の中ではこれを消化して何とかものにしたいっていう気持ちがあったから、その後もう吉本先生が何か喋ってらっしゃったんだけど、残念ながらその時に何を喋ってらっしゃったかもう全然覚えてない。うん、うん、あそうですか、うん、じゃあそういう感覚になんかガラッと変わってしまったと。そうそう、考え方とか体のこう体質みたいなものは、あもう全部変わったね。ったんです。うん、昔だから昔の私が稽古の時にやってる映像が入会者ビデオの中にちょこっとあるんだけど、はい、こうやってるよね。はい、拝見します。うわーって、はい、こうやって上からこう押さえつけるんですよ。腕押さえ、一回上腕押さえ。そうそうそう、はい、やってるのね。あれがでも全然あれだね、ガラッと変わっちゃってこうふわっと押さえるようになってるからね、全然もうガラッと変わっちゃった。そこがやっぱりこう信じられないですよね。もう私も今考えるとあれですよね、武道に対する武道武術に対する考え方とか体の使い方とかそういったものがガラッと変わった、うん、まあでもあれなんですよ、最初のうちはねやっぱりそのガラッと変わるその変化の大きさにね体がついていかない感じだった、うん、でも納得したのはその後だね。自分の中でものすごく変わった、やれるってすごいこういうなんかそういう自信、変な自信があるのね、はい、うん、まだ実際に試してもいないのに、はいはい、もう全然大丈夫、どの力で頑張られても自分は技をかけれるっていう変な自信がある、うん、そうだから変わった、すごいそこが変わったね。それでやっぱり佐川大統領と言ったらアイキャメとかだと思うんですよ、はい、うん、有名だと思うんですけども、うん、そのアイキャゲは、うん、アイキの悟りを得る前と後ではどう違うのかっていう、うん、それはあれだね、やっぱり昔は腰の力を使ってね、はい、うん、たまに吉本先生がアイキャゲのあれもちょっとやったんだけど、はい、やっぱりこう押さえられちょっと押さえたら、はい、ちょっと押さえた、こう押さえられたらね、やっぱり腰の力を使ってね、腰をこうやってね、腰の力を使ってなんとかこう上げる、うん、こうグーってこういう感じで上げてたのね、うん、だけどやっぱりこうやって力が強い相手に特に腰を入れて押さえる人にはやっぱり相手も腰の力を使ってるからなかなか上がらないですね。だけど合気の悟りを得てからはね、はい、ね、こういうふうにして簡単に上がる。これだってね、はい、こう持つでしょ、はい、腰をこうグニャグニャグニャってこうやってヘニャヘニャヘニャってこう全然全身力入れてるけど、ふわーってこう、ね、上がるのね、うん、いかに腰の力を使っていないかっていうのが分かるよね、はい、うん、まあでも分かるよね、だいたい力で上げる人ってほら腰の力とか体幹の力で上げようとするからね、はい、うん、本当に力を使わないよね、うん、だってこうあるでしょ、だってほらヒーッと全然力いらないんだから、うん、こういうふうにガラッと考え方がもう変わるのね、うん、でもこれはほら悟りを逮捕したってことでね、うん、はい、実際はなかなかみんなはそこまで一気に逮捕することは難しいから、はい、小さい悟りをちょっとずつ重ねてね、はい、それで大きい悟りにつながるといいと思いますよ。あ、うん、そうですか、うん、はあ、なんか普段お茶会で聞いてる以上の深いところを、はい、やっぱり動画撮るってことで、はい、聞けたのですごく勉強になりました、はい、まあこんなもんでいいのかな。いや、いいんですいいんです、こういうところがやっぱりうん、合気道とか合気系武術やってる方は、うん、すごくこう気になるところだと思うんですよ、うん、私自身、まあ、ここでね見てる皆さんもそうだと思うので、うん、はい、かなり多いと思いますので役に立てたんではないかな、まあ本当に力いらないんだよっていうのがね今のでちょっと分かっていただければ
いいかなと思いますね、はい、あの力で腰の力であろうが腹の力であろうが体幹の力であろうが力には違いないからね、はい、それでやってるうちは年取ったらあのやっぱり衰えてね若い人に勝てなくなるから、はい、うん、だって私はね年を取っても若い人たちに現役で技をかけれるかっこいいじいさんになりたいからね、はい、もうすでにじじいなんだけどよりじじいになりたい、よりもっともっとですね、そうそう、よりかっこいいじじいになりたいなと思ってます、はい、うん、こんなもんでいいかな、はい、はい、いいですね、どうもありがとうございました、いいね、はい。